YouTube ってどこで撮ってるの？ YouTube はここで撮ってます。最近こっちに変えたんですよ。なんか窓がこう来るじゃないですか、光が。だからこっちに変えました。いつもあっちで撮ってたんですよね、リビングの方で。撮るときっていつもどれぐらい時間かかる？いや、なんか物によって全然違うんですけど、メイクとかだったら1時間ぐらい。そんなかかるんだ。ですかね。なんかこう、なんていうの、画角とかアップにしたりとか、ちゃんと撮ってるかなみたいな確認しながらやるんで、大体1時間ぐらいかかって。
かいつもカメラであんまりいじらないというか、あんまりいじったことなかったんですけど、割とこう自分のカメラでももっとなんかいろいろ振り幅があるんだなっていうのを知りました。大体旅行行った時とかも Vlog 撮るじゃないですか。そういう時になんか今までだったらある程度なんかなんていうのかな、考えずにとりあえず撮っといて、後から編集でちょっとおしゃれにできたらなっていうのを考えてたから、これからはこう映像からちょっとなんか、ね、なんかちょっとおしゃれに撮れればいいなと思います。ボケ具合だったりとか、そうですね、さっき教わったんで、あと明るさとか変えていきたいなって。大変になるだろうけど、でももっとクオリティ高いのを作りたいんで頑張ります。ランチです。今日のランチです。マネージャーさん、虫を食べるそうです。虫がいません。アパレルの打ち合わせをしました。まだちょっと言えないんですけど、後々皆さんにビッグニュースがあります。楽しみですね。この後は美容院に行くんですけど、その前に事務所でちょっと打ち合わせをしてきます。私なんかわかんないんですけど、いろいろ予定が入って、まあでも今月の一番のあの予定は LA 旅行なので、あ、ちょうどこれ上がってることで航路に行ってますね。きっと誕生日を向こうで過ごそうと思って、それを楽しみに頑張っています。丁寧じゃなくなるから、いろんなことが多分しやすくなると思うから、でもその分もう大人としてちゃんと責任を持たないとなと思ってます。まあでも節目になる年だと思うから、そうですね、まあその1年をどうするかっていうのは結構考えないとなって思ってます。逆に今19歳で残りあとちょっとしかないから、まあ、これ上がってる頃には20歳だけど、あと本当に数日しかないから、残り今は残り19歳をどう過ごそうかなって考えてます。立派な大人になります。シナタンは今 YouTube を何のためにやってるの？何のために？自分がやりたくて始めたことで、で大学も行かなかったりとかしてるし、まあ、これで生きていくって決めたから、今頑張ってる感じですかね。でも、本当にみんなが私の YouTube 見て、なんかメイクとかファッションとかを参考にしてくれたりとか、あとなんか私の動画でこう新しい発見があったりとか、なんか私のおかげでこういうブランド知れましたとか、そう言ってくれるのがすごい嬉しくて、私もそう、みんなにそういうなんか新しい発見をしてほしくてあげてたりとか、参考になればなと思ってあげてるから、
まあ、みんなのためでもありつつ、まあ、自分のためでもありつつっていう感じです。なるほど。じゃあ自分のファッションとかメイクの方法をどういう風にファンの人に届いてほしいかっていうのはある？どういう風に届いてほしいか、やっぱり似合うメイクは違うだろうし、私もこうやっておすすめですとか言って紹介しててもみんなには合わなかったりとかもすると思うから、一例としてっていうか、こういうこともできるよとか、こういう仕方もあるよっていう、なんか一つでもこうみんなの生きていく上でのなんか知識だったりとか、なんか新しいそのチャレンジできるようなものにつながればいいなとは思ってます。じゃあそういういつも見てくれてるリスナーとかに対してなんか思うこととかある？やっぱ今いろいろな人がいるじゃないですか。私と同じことやってる人いっぱいいるし、でもその中で偶然かもしれないけど私を見つけてくれて、で興味を持ってくれて、うん、なきゃ いてくれないと困りますね。私的には自分一人じゃできなかったなって思います。ここまでこれからもYouTube を続けていられる理由とかもそういう感じ。そうですね、自分が気に入ったことだから特にようとは思ってるんですけど、縛られてないから頑張れば続けるかもしれないって、そこでたまに今日ちょっとやる気出ないなとかいう時もあるけど、でもみんながそうやってコメントしてくれて結構嬉しいことがおかげでくれるから頑張ります。